はい、皆さんこんばんは。松尾市の石塚です。今回はですね、新型コロナウイルスのワクチン接種の予約枠ですね、こちらが追加されることになりましたので、そのお知らせをしたいと思います。7月13日、火曜日、明日になりますね、明日の8時半からですね、こちら新型コロナウイルスのワクチン接種の予約の枠がですね、新たに追加をされます。で、今回ですね、追加の対象となりますのが、こちらですね、8月と9月分になりまして、こちら40歳以上のすべての方、そしてですね、12歳から39歳のですね、のうち、基礎疾患のある方や、高齢者施設や、子ども関連のですね、施設等々にですね、従事をされている方、こういった方がですね、対象となります。こちらの概要欄の方にですね、申し込みの方法だ、予約の方法だとか、詳細ですね、こちら松戸市のホームページの方を、こちら、記載しておきますので、詳細につきましてはそちらの方をご確認いただければなと思います。それでは今回はですね、明日7月13日の火曜日からですね、新型コロナウイルスのワクチン接種の予約の枠が、追加されるといったご案内をさせていただきました。ご清聴いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。失礼いたします。